Hello YouTube! Yes! 時間の鬼ま仕事こと、沢しげみです。あなたの大切なのは時間です。あなたの時給はいくらですか ?30 万円です。すいません。もっと高かったかもしれません。だって5億円稼いでる人、周りにゴロゴロいるじゃないですか。ゴロゴロいますよね。で、1600を5億で割ると時給はだいたい30万くらいなんですよ。未来の自分が80歳になってからの1時間と今の1時間、どっちが価値ありますかつまり、 30万円を払って1000円をいただく。1000円と29万9000円のその他の価値を手に入れました。そのことに私は気づいたわけです。 ユダヤ人って言うんですけど何がすごいのかっていうともう世界の全人口の0.2%くらいしかいないんですよ、まあ、全世界の富の50%くらいをユダヤ人が所有してるって言われててじゃあ何が違うのかっていうとこれ教育が違うんですよねユダヤ人はですね原理原則が好きなんですよ原理原則とは何か原理原則とはいつ誰がやっても必ずそうなるユダヤ人の職業って一、まあ、つしかないんですよ 教育の仕事をしてますって言うんですね。ユダヤ人にとって収入っていうのは2種類しかないです。一つは労働収入。もう一つは権利収入なわけですね。つまり何かを与えたら何かが得られる。これが1個与えたら1個しか得られないのはこれが労働収入です。1個やったらなんか何回も何回も返ってくる権利収入なんですね。ユダヤ人はですね、実は労働収入が禁止なんです。えー 働いちゃいけないの。コツコツ働くことは美徳じゃないの。労働収入っていうのは禁止ですよと。じゃあどうするのっていいやですね。このファイナンシャルフリーが手に入る。 ような収入源を3つくらい持ちなさいと1つしかなかったらこれが潰れちゃったらね。まあ、労働収入っていうのは何かというと自分の時間を売るってことですね。そうすると自分が働かないと何も入ってこないから、だから年金問題が起きるんですよ。労働収入をやってもいいっていう場合があるんです。それは何かっていうと、自分のファイナンシャルフリーを手に入れた上で、いいですか上で、その労働収入から1円もお金をもらわなくてもいいと。 場合に限って労働収入をしてもいいんですえーーってすごいですよねだから3歳からその考え方を植え付けられて13歳で成人になってそれを実践して投じたらいっぱい帰ってくる帰ってき続けるそういうシステムを作るつまり 作られたシステムの上で、あの、何かを働いたりし、行うんじゃなくて、自分がシステムを作る側に立つかどうかだけなんですね。そのお金っていうのは、まあ、本質的には影響力なんですよ。だから自分の好きなことにだけ自分の時間を使っているから。そうなんです。あなたの大切なものは時間です。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。イエース